皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい。今日は2024年11月15日、金曜日になりました。今日もですね、AI 関係の話ということでお話をしていきたいと思うんですが、実は昨日に引き続きまして、そういえばあともう一個あったなということですね、えー。紹介していきたいテーマがあります。 え、こちらご覧ください。どうぞ。はい。えー、複数の AI モデルをサイドバーで利用 ok ブラウザファ Firefox、AI チャットの使い方ということですね。昨日、DuckDuckGo というですね、まあ、検索エンジン、かつ、ブラウザーサービスも提供しているもので、AI が使えるよってことについてお話をいたしましたが、考えてみれば、あと1個あったなと思って思いついたのが Firefox だったんですね。えー、実はあともう1個あるんですけど、まあ、これはね、また追って紹介しますが、まあ、 メジャーどこではこれで全部出揃った感じになっているので今日はですねその今まであったブラウザーの,この AI 機能と、えー、今回出てきた Firefox と、ねまあ、比較しながらお話をしていきたいなと思っていますはいまずですねニュースの方からご覧いただきましょうこちらになります、えー、でますでしょうかどうぞ。 はい。2024年9月4日、Firefox 130正式版リリース、サイドバーに AI チャットボットを表示して、ブラウジングしながら AI に質問できるようになりました、ということで出ていました。まあ実は僕、Firefox って基本的にあまり使わないんですね。 なんですけど、まあ、一応 AI のですね、解説している以上は、まあ、ここはね、えー、説明しとかなきゃいけないかなっていうことで、今日は Firefox で AI チャットをね、今から実際にやってみたいと思います。はい。ではですね、まず Firefox を開きますね。はい。こんな感じです。はい。開きましたら、ちょっとまさにね、画面が大きかったですね。はい。開きますと、はい。あれ僕、開いてたと思うんだけど、まあいいや。はい。開きますね。 で開いたら、ここのとこでですね、普通にまあ何でもいいんですけど、まあ、検索しましょうか。例えば僕のホームページかなんかでも出してみたいと思うんですけど、はい、出しますね。そうすると、はい、僕のホームページ出します。まあ、何でもいいんですが、例えばこの人誰なんだろうと思って、ここにこういうふうにですね、マークを、カーソルを選んでみるとですね、ここにですね、星マークがキラキラって右下の方にちっちゃく出てるの分かりますかね、これ。 で、そうすると、ここに、要約するとか、優しい言葉をするとか、クイズ雑誌出てきて、これを押していくとですね、左にサイドバーが出てきて、チャット GPT とか起動するというものなんですね。じゃあ、これをね、えー、具体的にどういうようなことができるのかってことで、今から説明していきたいと思うんですけど、ちょっと一回戻しますね。まず、設定なんですけど、どのようにするかってことから説明していきたいと思うんですが、ちょっと最初戻りますね。まず、Firefox を開きましたら、